アグアスカリエンテス国際空港として知られるリセンシアドヘステランペレド国際空港はメキシコ合衆国アグアスカリエンテス州の州都であるアグアスカリエンテスに位置する国際空港。この空港ではアグアスカリエンテスの利用者に向けメキシコ国内線及び国際線を取り扱っている。空港の名前は 1855年から1857年までアグアスカリエンテス州の知事でありベニート・フアレスをメキシコの大統領として認めた最初の一人であるヘスステラン・ペレドにちなんで名付けられた。単一のターミナルで構成されるこの空港は年間150万人の取り扱いが可能となっているが2012年の利用者数はわずか40万人であった。 この空港はメキシコ中西部で最も重要なターミナルの一つとなっている。この空港の平均海抜は6112フィートを上回る。アスファルトに覆われた面積3000倍45メートルが滑走路17-35として使用される。かつては面積1060倍30メートルの滑走路04-22が存在していたが閉鎖された。 2015年の旅客数は63万3100人また2016年は69万3700人であったターミナルズ a b アポートインフォメーションフォーマズフロムディフィーフハットエアキャリアオペレーショナルスタティスティックスセクラタリアでコミュニケーショネスワイトランスポート2016年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ 2017年2月17日閲覧、ありがとうございます。